栗原めぐみは日本の元女子プロバレーボール選手。2012年から LDH ジャパンに所属。ニックネームはこプリンセスメグ。広島県佐伯郡の大見町出身。両親と兄弟の4人家族。小学校4年生時、父がコーチをしていた鹿川フラワーズでバレーボールを始める。中学1年時には身長が176センチメートルを超え。 二年時の1998年6月、バレエが上手くなりたいという気持ちから、兵庫県姫路市の大津中学校にバレエ留学をする。大津中の二年後輩に、陸上長距離で北京オリンピックに出場した竹沢健介がいる。高校は、山口県豊富市のサンタジリ女子高校に進学し、一年生時に、インターハイ、国体、春高バレエ優勝の高校3冠を経験する。 2001年に全日本代表初選出。高校3年時の2002年、日米大抗に出場し、代表デビューを果たす。2003年、V リーグの NEC レッドロケッツに入団。同年5月のクロ旗大会では若葉師匠を受賞した。同年11月のワールドカップでは、大山かなと共に、メグかなと呼ばれ、全国的人気を博す。 翌2004年のアテネオリンピックに出場し5位入賞を果たした。2004年10月、NEC レッドロケッツを退団。NEC のバレースタイルと自分のスタイルが合わないというのが主な理由であった。その後イタリアセリエへ移籍の噂もあったが、2004年11月、パイオニアレッドウィングスに入団した。 2004から5年第11回 V リーグはシーズン開幕後に移籍した選手はリーグ戦の参加を認めないという大会規定から出場できなかった。2005年5月開催のクロ旗大会で公式戦出場しチーム優勝に貢献。大会後、当時監督だったアリー・セリンジャーとの対立により一時期チームから離れていたが8月中旬にはチームに戻り、 2005から6年、第12回 B リーグは開幕戦から出場。バイオニア2期ぶりの優勝に大きく貢献し、最高主君選手、サーブ賞、ベスト6賞を獲得した。2006年に2年ぶりに全日本代表に選出されたが、合宿中に、左足誘痛性分裂手指骨障害と診断され、離脱、約半年間のリハビリ生活を送った。 2006から 07V プレミアリーグで復帰し、同シーズンと第56回クロワシハタ大会で3位となった。2007年全日本に復帰し、同年ワールドグランプリでは全9試合に出場し、ベストスコアラー部門で125.9位の成績を収めた。同年9月のアジア選手権で5年ぶりに中国を破るなどして24年ぶりの優勝に大きく貢献した。 11月開催のワールドカップでは、全出場選手トップのスパイク打数を記録するなど、日本の中核として活躍した。2008年、に大会連続の五輪出場を決め、ワールドグランプリの決勝ラウンドで、ベストスコアラー賞を受賞した。北京オリンピックにおいて、全日本代表のエースとして5位入賞に貢献した。同年12月、 スポーツ用品メーカーのデサントと2年間のアドバイザリー契約を結び、トレーニングウェアなどの提供を受けることになった。2009年、真部正義新体制による全日本の副首相に抜擢される。秋のグラチャンの時に左膝半月板を断裂、その後治療をしながら V リーグの試合に出場していたが悪化。2010年3月中旬に半月板の手術を行った。 半年に及ぶリハビリを乗り越え、同年10月の世界選手権に出場し、銅メダルを獲得した。この大会から本格的にライトで起用され、開幕戦のポーランド戦など流れを引き寄せる活躍を見せた。2011年1月上旬により、左膝の違和感を覚え、2月下旬に東京都内にて、左膝軟骨損傷を手術。同年6月、 治療に専念するためパイオニアを退団。その後日本を離れ、同年9月3日にロシアスーパーリーグのディナモ火山に移籍したと発表した。同年11月のワールドカップは故障している左膝の回復状態を考慮し、最終登録メンバーから外れた。2012年3月、ディナモ火山を退団。同年6月のワールドグランプリにて2年ぶりに、 代表メンバーとして復帰したが、順調な回復ぶりをアピールできずロンドンオリンピック、代表メンバーからは、外れ、3大会連続出場はならなかった。同年7月11日、岡山シーガルズへの移籍が決定した。2014年6月、岡山シーガルズを退団し、同年9月に、日立リバーレへの移籍が発表された。 2016年1月23日の対伝送戦に出場し、通算出場試合数が230試合となり、V リーグ A 予賞の受賞資格を得た。2016年9月、脳血栓のために入院。リハビリを経て2017年1月に試合に復帰した。当時は病名も入院も伏せられていた。2018年2月28日、日立リバーレは、 栗原の対談を発表し、同年6月に JT、マーベラスに移籍した。JT マーベラス入団の経緯前チームの日立ち、リバーレを対談させていただいて、しばらくはフリーの時間を過ごしました。その時に JT マーベラスの監督である友さんから、じきじきに声をかけていただいたんです。最初は気軽な感じで、会って話をしましょうと。 その後の面談でお互いの考えを伝え合った上で JT に来てほしいとオファーをもらいました。その時は引退も視野に入れていたのですぐには決められませんでした。すごく若い時から私のことを知っている友さんに声をかけてもらえたのはとてもありがたくて嬉しかったです。でも引退を考えながら長く休んでいたので自分の今後と真剣に向き合う時間をいただきました。 その間にどんなことを考えていたんですかトモさんは普通の監督さんとはちょっと違って現役時代もずっと背中を見てきた大先輩。私もベテランと言われる年齢になりましたけど私が初めて全日本に選ばれた時は本当にストイックなトモさんをこれが選手のあるべき姿なんだなと見ていました。偉大すぎる方なので JT への移籍も 簡単に返事をしてはいけないと考えていました。栗原恵みライブドアニュース、簡単に返事をしてはいけない栗原恵みが遺跡のオファーに迷ったわけより2019年6月4日、自身のブログにて現役引退が発表された。いつも温かい応援、ご声援をありがとうございます。今日は皆さんにご報告があります。私、 栗原恵は17年間の現役生活にピリオドを打つことを決めました。現役生活を振り返ると、決して順風満帆とはいかなかったかもしれません。しかし、どんな時も信じて味方でいてくださる皆さんの存在が、私の大きな原動力でした。最後の最後まで、来年も一緒に頑張ろう。と声をかけ続けてくださった元所属チームの皆さん。 そしてまだプレイする姿を見たいと願ってくださっていた皆さん、そして携わってくれたすべての方々へ心より感謝申し上げます。現役最後の大会として挑んだクロアシバタでは改めてバレーボールって楽しいな、大好きだなと感じながら大好きなメンバーたちと共にプレイすることができ、とても幸せな時間を過ごすことができました。これも皆さんのサポートのおかげです。 17年間バレーボール選手、栗原恵を応援してくださり、本当にありがとうございました。バレーボールがつないでくれた素晴らしいご縁を大切に、今後も過ごしていきたいと思います。たくさんの感謝を込めて、栗原恵、めぐろぐいつも応援してくださる皆さんへ、より2019年6月10日、都内の会場で引退会見が開かれた。 パンツスーツ姿で登場した栗原は、涙をにじませつつも笑顔で、ファン、関係者への感謝の思いを語った。現役引退について小4からバレーボールを始めて25年。こんな華やかなバレー人生を歩ませていただけたのは、応援していただいた皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。2度出場したオリンピックについて、悔しい思いしか残っていません。 ロンドンオリンピックの選考から漏れた時は悔しかったですが、プレッシャーから解放されて、バレエの楽しさを実感できるようになりました。必要以上に、プレッシャーがかかって大変だと思いますが、一ファンとして応援しています。栗原恵美、日韓スポーツ、栗原恵美さん引退会見ビーチバレエも指導者も、ないより2021年5月21日、自身初となるデジタル写真集。 プリンセス、アゲインが週刊フラッシュからリリースされた。自分の写真集が出せるなんて夢のようで未だに不思議な感じがしています。モデルという職業に憧れがあったのでこのようや機会をいただけてとても嬉しいです。栗原恵美、エンタメネクスト元バレー日本代表、栗原恵美が本格グラビア初挑戦、デジタル写真集で抜群のプロポーションを 披露より2021年5月22日、同月20日に、現役引退を発表した後輩の佐藤美也、羽賀舞い派、ホリー・ユラン、小野寺ゆからを送り出すべく、日立リバーレ内で引退試合が開催。栗原はこの試合後に、サプライズで登場し、立派に戦い抜いた後輩を後輩たちをいたわった。2021年6月4日、自身のインスタグラムで、 健康美容食育指導士の資格を取得したことを報告。同年3月にはファスティングマイスターの資格を取得したことも報告しており、続けての取得となった。V リーグの個人成績は下記の通り、その他サンタジリ女子高校時代のチームメイト、ありがとうございます。